どうする。ゾンが危ないらしいよな。私が見るとしよう。いや、医療班に任せる。あなたは危険だ。北条博士、あの神殿で我々は何を見たのか。科学者として迂闊なことは言えない。ただ一つはっきりしている。シンラは置いてきぼりということか。意見が一致したようだ。右、シンラビル。北条博士ならクラウドを直せるかもしれない。左、6番マコーロ。ビッグスを止める。マコーロ爆破を阻止。髪が長くて銀色なの。参ったな。もう一つ教えてよ。エアリスはクラウドのことが好きなのか。うん、きっとね。そうか、それはヒューヒューだね。ヒューヒュークラウド、待ってろ。もしもーし、起きてください。クラウドさん、時間ありませんよ。シュ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 、起きろあ。俺たちは死んだのか。星に帰っただけ。帰る途中。あ、夢ってことにしとく。私の夢の世界。何を言って…しー、諦めて、ついてきて。少し…歩こ。あ、約束。空、見ないでね。ん？空、見ない方がいいかなって。そんなことを言われたら、見るだろう。だよね。私、こんな失敗多いんだ。先回りしちゃうの。
ね。あれ、行こう。うん。じゃーん。クラウド、買って買って。ダメ？どれがいいんだ。クラウドが選んで。エアリス、変だぞ。うーん、やっぱり変だ。らしくない。お姉さんには、あ、これが似合うと思うな。やっぱりクラウドに選んでもらおうっと。全部タダだよ。でも一人一個ね。さあ、クラウド君がエアリスさんのために初めてプレゼントを選びます。クラウド君、どれを選ぶのでしょうか。これだ。あ、ごめんね。それ俺が気に入ってるやつなんだ。本当ごめん。代わりにこれあげる。ごめんってば。あ、これもいいな。大切にするね。なんだよ。長年のご愛顧ありがとうございました。じゃあ次は、あっち行こう。あ、坊ちゃん、嬢ちゃん、どれでも好きなのを持っていきな。でもね、一人一つだよ。どれにしようかな。俺はこれだ。じゃあ私はこれ。あ、いいよ。ああ、そうだ。それもいいけど、新作があるんだよ。試してみておくれ。新作？いただいちゃおう。ああ。さあ、召し上がれ。ああ、うん。最後だと思って冒険してみたんだけどね。やっぱりダメか。もう少し甘いといいかも。それよりもこの嫌な刺激は何だ。こりゃ前途多難だね。でも時間はなさそうだ。北条に会わせてくれって言っただけだろ。なんでこうなるんだよ。ま、どうせ世界は終わるんだよな。そう思えば何でもできる。こんな辺境にいたのか。消失を受け入れた世界は。エアリス、あれは何だろう。ん？一
ただ消え去るのみ。ごめん、あと1枚だけなんだ。俺たちを撮ってください。私たちお願いします。一緒の写真がないんですよ。私たちもありません。困ったな。じゃあみんなでポーズ決めたよ。一番雰囲気のいいカップルを撮れたら。ちょっで、最後のベストカップルは…ビッグス、待ってろ。何？どういうこと？魔鋼がもうゼロに近い。魔鋼炉は稼働しているのに魔鋼は上がってこない。つまり？ライフストリームがすっからかん。俺たちがどうあがこうと世界は終わるってこと。今ので終わり？実験でビビって本番でしくじっちまった。なんで俺が残ったんだ？なんで俺が選ばれた？見たよな、俺は一人じゃ何にもできないのに。そんなこと言うなよ。やっぱり俺は選ばれたんじゃない、置いていかれたんだ。そんなこと言うなって。俺を見ろよ。俺はお前を選んだ。だからここにいる。ありがとうな。でもなんで？そりゃあな。魔鋼炉が爆発したら大変だからな。いくら世界が終わるからって放ってはおけない。それもあるけど、まずあんたが心配だった。嘘くさい、いいやつすぎるわ。いや、そうか。俺は何かしたかった。選びたかった。何でもいいんだ、選んだら道ができて、選んだら新しい世界が広がる。俺の人生を取り戻したい。おい、ビッグス。ビクス！これって死ぬよな。もしかして運命ってやつか？運命ってなんだよ。誰が決めてんだよ。俺が決める。俺が選ぶ。どうして俺たちじゃないんだ？なんだろうね、カップル間の欠如。お姉さん泣きそうだし。
ことありませんけど。仲良くしなくちゃダメだよ。じゃ。残念。じゃあ次は。その前にちゃんと話してくれ。様子がおかしい。街もエアリスも。何か知ってるんだよな。じゃあ思い出の場所行く？どこだ？聞きますか。私の好きな場所。これもう大ヒント。クラウド、ビッグス、エアリス。簡単に選べるかっての。あ、セフィラス、おい、何お前ではダメだ。セフィロス、あんただったのか。なんで終われるか。俺はあそこへ行く。行くぞ。思い出の場所はここだ。正解。簡単すぎる。思い出少ないからね。これから作ればいい。それ本心？ああ、もちろん。クラウドの気持ち聞けてよかった。私はクラウドが好き。でも好きにもいろいろあるよね。この好きはどの好きなんだろう。エアリス、変だぞ。今日はずっと変だ。失礼します。消えろ、罪悪感。これ持ってて。
大切なものなんだろ。このマテリアがきっと世界を救う。さよなら、クラウド。これは。これが世界の姿だ。運命の壁が壊れるとき、新たな世界が生まれる。この星には幾層もの世界があり、生み出された世界はあるものは続き、あるものはすぐに消える。仮に長く続いてもいつか消える。だが悲しむことはない。消えた世界はただ星に帰るだけ。そして星の命をつなぐのだ。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。Thank you.
物を持ち込んだのか。罰が必要だな。だったんだな。セフィロスがいるんだ。近くにいて俺たちを見ている。うん。でもクラウドは自分のことだけ考えて。俺は大丈夫だ。本当の自分を見つけて。自分のことだけ考えて。え？セフィロスのこと私に任せて。セフィロスは黒マテリア使うはず。止められるのは私だけ。セトラだけなの。エアリス、エアリス、エアリス、待ってくれ。
エアリス。大丈夫だ。魔鋼中毒だか劣化だかが行くだけ行っちまったと思ったぜ。世話をかけたな。礼は後でたっぷりしてもらうとして、まずはエアリスだ。この森を越えたところに大昔の都があって、そこにはセトラの祭壇があるんだって。エアリスはそこへ行くつもりなんだ。クロマテリアはセフィロスに奪われたんでしょ。使われたらこの星は大変なことになる。それをセトラは防ぐことができるって言ってた。都はどこだ。エアリスしか知らないよ。霧が濃くてはぐれちゃって一人で行かせちゃった。急いだ方がいいな。あっちだ。やけに自信たっぷりじゃねえか。運命の導きだ。ねえクラウド、エアリスから聞いたよ。古代種の神殿でセフィロスギッタギタにやられたんだって。いや、そんなことはなかったはずだ。あら、じゃあクロマテリアは何で渡したの。それは今さらカッコつけなくていいんじゃないの。そうだな、ギッタギタにやられて取られた。すまなかった。私も応援に行けなくてごめんよ。お前ずっと夢でも見てたのか。寝たまんま目玉だけ動いてたぜ。夢とは違うと思う。何か見てたのは当たりか。ああ、別の世界にいた。この星には世界がいくつもあるらしい。そうか。うまく説明できそうにないけどな。ああ、俺も今は聞きたくねえ。クラウド、この霧、普通じゃないよね。ああ。時々、フィーラーに見えないかい？見える。フィーラーは運命の番人。じゃあ、エアリスとはぐれて迷うことが、オイラたちの運命ってことかな。さあな。オイラ、不安だよ。クラウド、あのね、具合が悪くなったり、変な考えが頭に浮かんだら、すぐに私たちに話してね。変な考えって。例えば、私が偽物だと思うとか。悪かった。あ、悪いと思わずに相談してほしいの。私でも他の誰かでも。ああ、そうする。クラウドさん、皆さんには謝ったんですけど、クラウドさんにはまだやったと思いまして、ゴールドソーサーでのことえらいすいません。キーストーンは危険な代物やって、シンラに先に渡した方がいい思いましたんや。もういい、忘れる。なあ、お気に。クラウドさんは寛大ですな。いや、お前のしたことをどうこう考える余裕がないんだ。そうですか。でもそういうことでしたら、サポートは僕にお任せを。
かつて古代種が集い祈りを捧げたというバスラルル都。この目で見られるとはな。ここが、そう？ああ、そうか！うん、きっとここが正解。町の名前はバスラルル都。そう呼ばれるセトラの都があるってじっちゃんに聞いたことがあるよ。絶対祭壇もあるよね。雰囲気バッチリ。よし、エアリスを探そうぜ。ミイラーかよ。また随分邪魔してくれるじゃねえか。このフィーラー。ああ、黒い奴は運命の番人なんかじゃない。これはセフィロスの手先だ。早く来い、クラウド。なんだよこれって。エアリス、祈るがいい。リユニオン、世界は交わり融合する。怒りと悲しみは増幅し星の力となるのだ。
命の壁ってやつだ。エアリス、どうやって開けばいい？任せろ。こんなの何度も超えてきたぜ。父ちゃん行ってきます。ってなもんよ。Thank you.
悲しむな。怒るふりもやめろ。クラウドは大丈夫。エアリス。始まるぞ。あらゆる女王を乗せた世界が混ざり合うんだ。負の感情は強い。ちっぽけな喜びなど飲み込んでしまい、そればかりか怒り、悲しみ、憎悪に耐える。ああ、なんと強い波動だろう。とも、お前は気づかないかもしれない。黙れ。なぜお前は人形だ。ここで決めよう。ここが勝負どころ。決めてやる。打ち崩す。そこ力を合わせて押し切る。
Come on.